皆様こんにちは、この動画が出る頃には多分梅雨も明けてですね、夏らしい日になっているのかなというふうに思います。7月もですね、もう終わりになる頃ですかね。本来でしたらもう夏休み真っ盛りでですね、各地に行楽に出かけて、観光も盛り上がってですね、子どもたちも大はしゃぎというような状況なんでしょうけど、今年は全く違う状況に残念ながらなっています。夏休みは非常に短いものに、学校についてはですね短縮をされ、私は東京都民ですけど、東京の人はですね、地方に行くと何かいけないものなんですね、扱われかねないようなそんな雰囲気になるのでですね、ちょっと収まったら旅行にでも行きたいなと思っている都民の方多かったと思うんですけど、雰囲気としてはとても旅行に行くようなですね、状況じゃ雰囲気じゃなくなって、かつ政府から大幅な金銭的な旅行への支援がですね、日本国民全員に行き渡るのかと思ったらですね、都民は対象外だということにしようと考えているというんですね、政府の責任者が言い出したということで、完全にもうそういう旅行に行くとかですね、いうことが難しくなっていると。旅行業界としては非常に厳しい時代が続くなと思いますし、何よりもこのコロナウイルスというものはですね、もちろん広げないようにする努力はすることは必要だとも思いますし、それをすることでですね、コロナだけじゃなくて、冬場特にインフルエンザ等ですね、またさまざまな感染症を、うちの子供は幼稚園行ってますけど、幼稚園行くとものすごいいろいろな感染症ありますけど、そういう手洗いうがいというものを励行するだけで、その集団生活の中での感染症ですね、幼稚園、小中高大学もそうですし、会社もそうですけど、そういうものが大幅に抑えられるというような複合的なですね、プラスの面、感染予防するということのプラスの面もあるわけですけど、一方でこのあまり過度に恐れすぎるとですね、日本人というものをこう何か分断するような雰囲気を作りかねなくなってですね、非常にそれが危惧され、また寂しく思っています。地方のニュースでですね、いろいろ見ていると、東京どころかですね、隣の県から来た車に対してですね、もううちの店にはですね、どこの県か忘れますけど、自分の県以外のナンバープレートの車はですね、入ってくるなというような張り紙をしているですね、そういうような店も現れて、報道をされていました。それは隣の県でもダメだよっていうこともそうなんでしょうけど、一番はやっぱりこう東京とか大阪とかそういう大都市のにですね、来てほしくないというような、趣旨なのかなというふうに思うわけですけど、でも東京確かにですね、ここ数日200数十名とか、週末は週明けは100何十人とかですね、そういうレベルで、全国の中では絶対数としてはですね、多い、数は出ていますけど、人口が1400万人いますので、人口はですね、300万400万クラスの県と比べると、3倍4倍
まあ、4倍ぐらい絶対数がいてもですね、まあ、比率としては同じぐらいになるという感情ですので、まあ、その絶対数だけで、まあ、考えるというのも、まあ、見方を誤ってしまうというふうに思いますし、まあ、そもそも、まあ、以前の動画でも言いましたけど、4月5月にやっていたPCR 検査の全体の件数よりもですね、もう10倍20倍やっている中で4月5月の感染が多い時のですね、100数十人とか200数十人という PCR の陽性の人が出ているというだけであって、その検査している母数が全然違うのでですね、そのあたりもメディアではなぜかですね、ほとんど伝えられることがない、たまに触れることはありますけど、基本的に何人感染したということばかりですね言ってやたらと危険を煽るというのはですね、決してまあ社会にとってプラスになる要素ではないなというふうに私は思っています。であとこの PCR 検査というのもですね、まあ、精度がまずこう 100% 正しいかというとそういうものでもないですし、偽陽性とかですね、あるいはその反対の偽陰性というものもあったり、まあ、どの時点でやるかでですね、まあ、感染が、まあ、分かるタイミングだったり分からないタイミングがあったり、いろいろ難しい、まあ、運用の面もあるということです。数字だけではなかなか実態はつかめないのかなというふうに思っています。で、まあ、このコロナの話をですね、もうこれだけ社会の中で、強く、まあ、話題としてですね出し続けていると、まあ、社会の、まあ、雰囲気とかこう精神というもの自体がですね、何かこうすさんだものになったり、あるいはもう精神構造がもう縮み方向というかですね、すくんでいく方向にばかりいろんなことを考える傾向になってしまう。特にまあ、大人もそういう傾向たくさんありますけど、ちっちゃい子供はですね、そういうことが出やすく、親がどういうことを恐れて、また、まあ、苦労したりですね、考えたりしているかというのを、まあ、ちっちゃい子でも分かっていないようで、まあ、感覚的に分かっていたりするわけですけど、そういう影響でもうコロナウイルスの話をですね、もう敏感に感じてですね、もうだんだんそういう話ばっかりをですね子どもがしだしてですね、まあ、幼稚園ぐらいでも今日は何人出たとかですね、まあ、幼稚園で誰々がなったとかなるかもしれないとかですね、幼稚園で何十人も出るとか出たとかですね、まあ、実際出てないんですけど、そういうようなことをですね家に帰ってやたらと話、あることないことですね、まあ、言い始めて、まあ、それはまあ関心を引きたいというのももちろんあるんでしょうけど、やはり不安の表れであって、まあ、子どもの発達にとってですね決していい状況ではないなというふうに、思いますんで、やはりこの報道の大きさもですね、考えてい、くべきだなと、もう少し、まあ、コロナの話というのは報道の中でですね、小さな割合にしても日常の一部としてですね、対策を取るべきとか対策を取るにしても、もう毎日のニュースの中で大きく扱って、今日は何百人とか明日、昨日は 何百人だったのその差は何人だったというふうにですね、やるというのは
どっかで見たことあるなと思ったらですね、あれなんですね、東日本大震災の後にですね、福島の原発の事故によって、放射線が外に出てしまったと、外に出たのは事実なわけですけど、ただその絶対的な量というのはですね、そんなに大幅に恐れなきゃいけないような量ではなかったと、自然の元からある放射線との兼ね合いとかですね考えると、決して、その事故が起きた中心地は別にしてですね、もうそこから少し離れればですね、もう人の体に影響が出るような放射線の数値では決してなかったわけであります。むしろそこで報道されているホットスポットだとか言って騒がれているところのですね、放射線の量の何百倍とか何千倍たとえ出たとしてもですね、まだ人体に影響があるかどうか、それもはっきりしない、あるいはむしろ細胞が活性化してですね、プラスの影響があるんじゃないかというような指摘もされていると、そういうような状況だったわけですけど、私の認識としてはですね。